どうもこんにちは。めちゃくちゃね、本当悲しいんですが、武蔵野線のね M35 が本当ね好きすぎる回人です。僕の愛する M35 が多分本日引退します。この15位運用、新奈良市の0時46分できっと引退します。はい、まだお疲れ様でした。で、僕はですね、今から20時9分なんですが、頑張って9時33分開浜から乗れるかなと思ったけど乗れなさそうなので、これに多分西船橋だと思いますが、その辺りから乗っていきたいと思います。最後の M35 編成の走る姿をぜひともね目に焼き付けたいと思います。最終運用ではありませんが、僕のねこの名列車がね好きにさせてくれたこの M35 編成、僕が、撮ってるほとんどの動画、多分一番僕の YouTube 生活の中で一番乗った電車撮った電車だと思います、この M35 編成。正直今すぐ引退されてもめっちゃ動画の素材残ってるんで正直困らないです。ただ YouTube 活動と電車への思いは違うと僕は考えてます。普通に個人的にこの M35 編成はリアルに好きな編成でありますので、この M35 編成ね最終運用ではありませんが、最後のね、運行に最終日の運行に、ね、乗って、M35 をねお見送りしたいと思います。本当にね M35 編成今までありがとう、この言葉をね最後伝えて伝えにね今から行きたいと思いますので、ぜひね動画をご覧ください。そしてもうね、何もそしてって言って何も言うことないんだけど、はい、というわけで、動画本編ね、この35位、あ、じゃね15位、ねこれが多分 M35 編成の最後の最後の武蔵野線の走行だと思いますので、では M35 編成よろしくお願いします。はい、21時47分府中本町行き、この電車がこの今まで武蔵野線で走ってきたこの川崎編成こと5000番台 M35 編成の最終運行でございます。この電車をもって M35 編成は武蔵野線から姿を消します。正確に言うとまた新奈良市の駅という、車庫に帰る運用ですね、府中本町っていう運用があるんですが、この西船橋駅から、あっちのね府中本町方面、つまり府中本町という行き先を掲げて走るのが今回はこの運用、この列車のラストランというわけになります。これから9番線に武蔵野線205系 M35 編成が入ってきます。僕はこの M35 編成が全国の鉄道の中で一番好きと言っていいほどあれでした。なんといってもこの電車がですね、まあ知っている方もないと思うんですが、東京名流君という名列車の作品がありますが、そんなわけで名列車シリーズの中では有名な存在です。つまりね名列車をこの海林君に教えてくれたんですよ、その編成を。面白さとかね、まあそれは動画投稿者はそのね編集のパワーっていうのもあるかもしれないですけど、ネタですからやっぱり。
つもね、いわゆるネタが、この M35 編成に集まってるんです。今まで何度も引退って言われて引退に行きました。しかし全然引退しませんでした。ガチで全然引退、本当に引退したかったんですよ。で来た、来なかった。引退って言われて結局全然引退しなかった。うん。でもう正直しびれを切らしました。ですが本当に今回は引退します。15位運用でこの武蔵野線に来る最後です。今5系目35編成が西船橋9番線に入るのも廃車回送を除き、これが最後です。徘徊も多分9番線来るんで、なのでこの M35 編成をね、別れありがとうという気持ち、命令者シリーズを好きにさせてくれてありがとうという気持ちを、もう出してね、行きたいと思います。M35 編成はね、今回も運用を持って引退します。ありがとうございましたという言葉はね、申し訳ないと思います。さあ、こんなこと言ったら通過列車が来ないに来るのかなと思ってるんですが、全然来ません。多分貨物だと思います。貨物ですね。自分はですね、武蔵野線の中で一番 M35 編成に乗ってると思うんですよ。でやっぱりまあ、悲しいですね。西船橋駅、若干の小雨が降っております。それはまあやっぱりね、 M35 編成の涙なのか何だか分かりませんが、まあそういうねこととしておきましょう。ブルーサンダーのね、 M35 の別れを、いや、M35 は別れを言うために来たんだったら、多分こいつは M35 をね後を追わないといけないはずなんですよ。まあ、M35 がねこの先通っていいかね確認するためはね、列車ということにしましょう。では到着まで待ちましょう。あと7分で来ます。多分危ないですから黄色い線までお下がりください。 Thank you very much for riding with JR East. The London train will arrive shortly on track now. Please stand behind the yellow line.
車いただきましてありがとうございます。森山電車は武蔵野線府中本町行きです。次は武蔵浦和です。14位と書いてました。多分これ15位のこの用がね、持ちますと、この武蔵野線25の京王、あ違う、M35 編成、川崎編成はね、この運用を持って多分引退すると思います。運用、もう一往復ね、府中本町って戻って新奈良市に入る運用が本当の最後なんですが、これでね、ここの2番線ホームに、府中本町方面2番線ホームに行くことは、次は廃車改装の時かと思います。廃車改装というか、まあ、ジャカルタの廃棄輸送の時かと思います。本当に M35 編成は思い出のある車両で、本当に、もう一番乗ったことある車両で、逆にこんなことばっかりやってるから、多分 M35 編成に一番乗ったことあるんだと思うんですが、まあ、これがね、本当に多分僕としての最後の乗車となりましたので、でさらに多分配給も見に行けないと思います。学校閉鎖なんで、なのでここもうありがとうというね言葉を、ここでここに残してね終わりにさせていただきたいと思います。では M35 編成ありがとう。ジャカルタでも頑張れ。さよなら。